今回はですね、今回はですね、レイジという、シェルですね、シェルについてのお話をします。これは Ruby で実装されてて、そういったもうシェルの話です。自己紹介、こんな感じです。知ってる人は知ってると思うんですけど、昔は結構メーリングリストとかも出てたんで、最近はちょっと僕参加してます。有名なものですと IRB の作者ということになっています。で、Ruby 会議も結構、最近はなんか毎年のようにお話しさせていただいてるんですけども、いつもはですね、小さいコンの会場っていうことでですね、今回は初めてスティーブでやってきたということで、ね、自己紹介という、一応、ペンタードバンスラボラトリーズっていう会社でやってるんですが、これ一人の会社なんで、一人でやってると。次にレイシュを開発することになったきっかけということなんですけども、実はこれ去年も話してる途中までねと話してたんですけども、今回その続きなんですが、遡れば Ruby 会議2013でですね、Ruby 考古学っていうのを話したんですけども、その時にその Ruby って昔なんかシェルっぽかった、文法がシェルっぽかったって話したんですけども、じゃあシェルでもいいんじゃないかということで、ちょっと作り始めたということで、今に至っていると。Ruby 会議2015はですね、予定より半年ぐらい遅れてるんで、いや、予定よりって言っていいのかな、もともとこの時にやる予定だったって話もあるかもしれないですけど、ちょっと、開発がちょっと間が空いてたという感じなんですけど、最近はまた頑張ってます。で、なんでレイジかということなんですけども、皆さんにリストっていうことなんですけども、シェルも、最近シェル使うこともないっていう噂もないでもないんですが、シェルを使うにしてもですね、やっぱり Ruby っぽく使いたいという方のためにちょっと考えてる。前の由来ですけども、最初に R 付けたい、これは Ruby 的なツールっていうか、ツール系はみんなじゃないですけど、R 付いてるのもいて、やっぱ R 付けたいんですが、ちょっと R シェルはちょっと難しいということで、いろいろ考えたんですけども、あんましいい名前がないっていうか、結構使われてるんですよね。シェル系だとやっぱり3文字じゃなければ4文字ってことなんですけども、結構いろいろ使われて、ビッシュとかラッシュとかいろいろ探したんですけど、結構あるみたいなんで、ちょっとどうしようかなと思ってて、レイシュという名前にしました。で、なんでレイシュかっていうことなんですが、これは人の名前といっても別にレイシュさんのシェルって意味ではないですね。レイシュでもありません。ちょっと発音が違うんですね。ちょっとレイシュじゃなくてレイシュについてですけれども、これはですね、ちょっと馴染みがあるということで、なんとなくなんか親近感があるということで、これをですね、ひらがな直すとこんな感じになるんですが、これをですね、ちょっと文字を変えるとこういう字に変わるということで、元の名前に似てると、いや似てないのかな、なんとなく似てるということで、これに採用しました。で、一応発音はレイシということですね。ちょっと英語の方はちょっと
サポートの方に翻訳していただいたんですけど、あの光線っぽいという感じです。じゃあ次は、まあ、フントについてちょっとお話しするんですけども、まあ、今回フントという実装の方を中心に話したいので刺さっておきますけれども、この辺はですね、普通のシェルと同じだと思っていただけると大体いいかなと思うんですね。まず、普通の単純なコマンドがあると、まあ、コマンドの名前があって引数が点々続いていると。でそれをパイプラインに結合できると。で、そのパイプラインを今度は、論理演算ですね、AND とか OR とかでも結合できると。で、さらにそれをコマンドシーケンスということで、まあ、一般的にはセミコロンを見てます。セミコロンとかで続けたり、またはアンパスターとかでつなげていったりっていう、まあ、この辺は普通のシェルと同じ。じゃあ次にシンプルコマンド、あの普通のコマンドですねについてお話ししていきますけれども、まあ、今先お話しているコマンド名に続いて引数があるもので、コマンドヘッダー、コマンドヘッダー、コマンド名になれるものとしては、まあ、英数字かあのスラッシュが含まれるものですまあこの辺も同じ。で、あと引数になれるものとかあります。まあ、この辺はちょっと細かい話は後でお話ししますね。で、あと、この辺がちょっと違ってくるんですけども、イテレーターできるっていうことで、こんな感じの書き方もできると。まあ、これは Ruby のコイケル、コイケルの中は、こんな感じで書けると。コマンドリストなんですけども、ストリングとワイルドカード、まあ、この辺もまあ普通のシェルっぽいのが使える。さらに、変数の参照ですね。変数の参照できて、まあ、普通のシェルもダラで始まってると思うんですけど、Ruby だとですね、Ruby だとこのレイシって Ruby で使えるものそのままなんとなく使えるようになってて、ダラで始まる、まあ、話は私はセルだとダラで始まるなとか、あ、変数ってことになるんですけども、Ruby だとただのまあ、ローカル変数とかグローバル変数とかいろいろあるので、頭にダラをつけて、元の Ruby の変数という感じにすると、変数参照ができるようにしました。まあ、ダラのローカル変数とか、ダラのダラグローバル変数とか、まあ、こんな感じで参照ができると。次はリテラルなんですけども、この辺も普通のシェルというより、Ruby をシェルっぽくした逆バージョンだと思っていただくといいと思うんですけど、まあ、数値とか、文字列とかあると。で、これらは、普通のシェルは全部文字列なわけですけども、一応、オブジェクト思考と歌っているので、一応全部オブジェクトを返すということで、まあ、返すんですけども、こんな表記で表現できると。この中で、まあ、大体は、これですね、これはですね、Ruby のコードが、その、ダラ過去で Ruby のコードが、その次はですね、グループっていうのは、これは、まあ、なんていうんですかね、見た感じ、ただ、過去で囲ったものっていう感じなんですけど、これは、バッシュとかでいうところの過去過去に相当するもので、まあ、もうちょっと、若干違うんですよ、バックスラッシュと同じものだと、バックスラッシュですね、バックコートと同じものっていうことで、過去の中を評価する。シェルだと引数になったものは評価しないんですけども、過去で作ると評価するようにしたということで、そうするとなんとなく普通の式っぽく書けるということで、こんな感じに再現しました。
とは、まあ、あのこの辺は Ruby のこの辺は全部一応今実装できてます。begin とか while とかその他定義系、あと収束中 if 収束式とかも一応実現できてます。あと 次はですね、似てるコマンドの続きなんですけど、先ほどリテラルってありましたけども、あれは引数で使うものですね。で、こっちはコマンドっていうことで、行頭で書くと、リテラルとかのコマンドとして扱われる。コマンドとして扱われるというか、それそのものが変えることになります。ですから、文字列って書いてありますけど、多分構造的にこんな感じで実現できているようですね。
で、コード生成についてお話しします。コード生成はですね、まあ、構文芸を上から下に、トップレベルから下に順番にコード生成していく、最終的にコード生成していくということで、一番下ですとどうなっているか、下から説明していきますけども、先ほど言った普通のコマンドですね。その場合は普通の Ruby のメソッドに変換します。ls のマイナス l ってあったら、ls のカッコのダブルコートのマイナス l というのに変換されます。で、例外はこれですね。パス付きのコマンドって言って、頭にスラッシュが付いてるやつなんですけども、これを例えばスラビンのブレッブっていうのをここに書いたとしても、ルビ的に文法間違ってるんで、その時は、センドを使います。ですから、センドのカッコのダブルコートのスラッシュミン、スラッシュブレックとのコートっていうような感じのコートを書きます。一応、なんだろう、文法上はそういう変な名前のメソッドで Ruby は許さないんですけども、セットだと取れるので、そのまま使ってます。で、その次が、パイプラインですね。パイプラインはメッセージセンドに変換するということで、ls 縦棒は wc ってあったのか、ls.wc と。こんな感じに変換してます。なんでこれで動くかって話はまたちょっと後で。で、その次はシーケンスに関しては、普通にセミコロンでつないだものになっています。ちょっと時間の関係で省略してですね。先ほどのシンプルコマンド、普通のコマンドですけれども、これは先ほど言った通り、普通の Ruby のメソッドとして評価します。で、引数もそのまま渡します。ただし、メソッドが存在してないときですね。このときに、どうなるかって話なんですが、そのときにはそのパス、環境変数のパスですね。パスをたどって、ユニックスコマンドを検索します。で、存在していれば、それに対応するシステムコマンドっていう、お願いします。で、次はパスがついている場合は、書いてある通りなんですけども、頭に1文字だけスラッシュがある、例えばスラッシュブレックって書いてあった場合は、存在パス指定として実行します。つまり普通にパスを検索してブレックを探す。で、頭にスラッシュ、絶対パス指定ですね。絶対パス指定の場合、他の場合は絶対パス指定になるんですけども、その場合はその絶対パスとして実行する。で、これ、厳密に言うと、ルートにもバイナリーである可能性ある、実行可能、オブジェクトある可能性あるんですけども、普通はないので、これで構わないかということにしました。これはだからルートにあるオブジェクト、ルートにあるコマンドっていうことじゃなくて、相対パスしているということで、今お話した通りですね、Ruby の方のメソッドをまず先に検索するので、Ruby の方のメソッドの優先度が高い。ですから、グレープとかは Ruby にあるので、そっちが実行されます。Ruby のグレープが実行されます。そういう理由もあってですね。このスラッシュ、コマンドを直接指定したいときが多いので、あとはですね、システムコマンドの場合は、オブジェクト、今までは、引数はオブジェクトを返すって話しましたけども、ユニクス
モードも当然文字列じゃないと受け付けてくれないというか、文字列に変換しないといけないので、適当に変換しています。一応ワイルドカードとかも指定できるんです。これもワイルドカードとして展開したりして渡すようになっています。配列はフラット化ですので、最終的にフラット化するような感じです。あとこっちはちょっとね、やりすぎなのかなって気もしないかなかったんですが、シンボルとかはスラスラシムとか、端はこんな感じに変換するような、これユニクスコマンドのオプションですね。オプション化するという感じに今はしてます。まあ、これは Ruby でも、特に端の方ですけど、 Ruby でもオプションっぽいのを発信して渡すことはあるので、まあ、ちょっと対応、概念的に対応するかなと思ってこんな感じにしてみました。じゃあどういうふうにシステムコマンド、Unix 上のコマンドが実行されるかということなんですが、ですね、ここにグレープっていうのがありますけども、まずここへのスタンダードインは、こう上流からのやつを1で持ってきて、こっちのスタンダードインを入れていきます。で、このグレープの結果はここからゲットで取ってきて、で下流の方に渡す。まあ厳密にはこっちから来る、下流の方から1が来ると、それに応じてゲッツしてそれを返すというような仕組みになります。これが動作していると。じゃあ一般的にどうなってるかって話、パイプラインの場合はどうなってるかって話なんですけども、こんな感じで、1でつながっていると。で、データを内側にこう渡っていると。適当に処理されしながら渡っていると。で、普通の Unix コマンドと混在しているときもこんな感じでちゃんと動作するようになっている。で、複数つながった場合なんですけども、Unix コマンドが複数ある場合ですね、こうやって、キャットとかブレードが複数ある場合なんですけども、こんな感じに普通というか、今のやつをそのまま実装するとこんな感じになって、一回こっち側のレイシ側を通るような感じになるんですけど、それだとちょっとやっぱりイマイチなんで、ちゃんとこんな感じで実現しております。まあ、こっち側のコマンドですね、サブコマンド同士をパイプラインで結合するようにしてあると。で、まあ大体こんな感じなんですけども、コマンドの出力先っていうのはありますよね。実行結果は端末に出したり標準出力に出したりってありますけども、先ほど言った通りこういう感じじゃないか、これ見たくこのセレクトとかは後ろに渡すわけですよね。だから標準出力を出せばいいってわけじゃないので、まあ、こっちの例の方がいいですね。これをこの結構標準出力に出せばいいってわけじゃなくて、1に渡してあげなきゃいけないということで、この辺の処理をちゃんとしなくちゃいけないというのがあります。で、あとは今言ったように実行結果じゃなくて、実行ステータスが欲しいこともあるんですね。コマンドのグレープとかだと、グレープした結果じゃなくて、グレープしてマッチしたものがあるかどうかが実行ステータスになる。そっちが欲しいんですね。ですから話はそう単純じゃなくてですね、その辺もちゃんと対応しなくちゃいけないと。で、あともう一つ考えなくちゃいけないのは、まあ LS はこんな感じ、システムコマンドの LS の早く見るって最終的に変換されるんですけども、これだとこのシステムコマンドオブジェクトが変えるだけで、実際の実行結果も変えるわけ。ですから、こういう場合は、端末の出力のときは、このレイシュタイムというものを付加したコードを実際には生成しています。ですから、こんな感じですね。LS の .LSCount
こんなものを、それはコード解析時っていうかコード生成時ですね。コード生成時にこんなコードを書いてます。で、レース端末は、まあ、ここに書いてある通りで、上流のこっち側ですね、こっち側のやつの E1 で実行結果を取り出して、それを、まあ、端末に使用すると。なのでで、そういうことで、コード生成がどうなっているかって話なんですが、こんな感じで、まあ、LS のエルダーと実際にはこんな感じ。で、シーケンスの場合はこんな感じで2つ繋がっている。で、パイプライン接続している場合は、この場合、こっちのグループの方は、最後の方だけが結果が欲しいということで、でこっち側は、まあ、何も返さなくて、まあで、こっち側にリザルトが返しているという感じですね。で、if 文に関してはこんな感じになっています。これ2つ入ってて、あとこのスラッシュが、まあ先ほどスラッシュがあった場合どうなるかって話しましたけども、あの普通のコマンド直せないので、先導を使っているというのはここの例になっていて、あと if 文の時は、ここがステータスを返すようになっている。こんな感じでコード生成するようになっています。さらにあのシェルだとリダイレクションとかあるんですけども、一応そういったものも対応していて、コードはこれはちょっと何て言いますかね、普通には Ruby で書けないので、いや書けないっていうこともないんですけど、こんな感じのメソッドを作って対応しています。リダイレクション付きの線路ですね。これは、メッセージで、こっちが引数で、これリダイレクションがどんなものかっていうのが点々点と入っていました。こんな感じで生成します。で、もう一個が、これはですね、パイプライン接続で、その後に if コマンドが来た場合、で、まあ、Ruby 的にはこんなの書けないんですけども、シェルだとこういうの書けるので、一応対応してて、どういうふうにコードを生成するかっていうと、まあ、かっていうか、これが結果なんですが、まず、このレイシュイバルって何かっていうことなんですが、これインスタンスイバルなんですね。ですから、LS の実行結果であるそのシステムオブジェクトをあのインスタンスイバルしているんですが、なんでインスタンスイバルかじゃないかというとですね、インスタンスイバルだとバインディングの指定ができないんですね。で、ですね、細かい話なんですけども、ローカル変数の参照は、ここの環境、この LS の実行した環境で、この中もローカル変数の参照をしたいということで、そういう特殊なイーバルを作っています。これはそうですね。で、その後に2部分でこういう式が付いて、で、これ、まあ、ちょっと順番に話しますと、この E がですね、これですね、テスト関数で、まあ、実際にはレースだとこんな感じでコードを生成しているということで、あと if 文自身なんですが、まあ、こんな感じになってるんですが、これこのキャットですよね。このキャットが、まあ、こっちで見た方がいいんですけど、これの出力結果はこのキャットを受ける、このキャットが受けるんですね。これの使用標準出力がこのキャットで受けなくちゃいけないんですが、それがどうなってるかっていうのも書いてあって、これインスタンスイバルだって今お話しましたよ。ですから、このセット、この中では、LS がセルフなになってますよね。で、そのLS、セルフになった LS に対してキャットっていうメッセージを送っているので、ちょうど LS にメッセージセンディングしている形になるんですよね。で、これで、一応、なんていうんですかね。その LS にキャットっていうメッセージを送れるようになっているということで、まあ、ここはイーバルになっているんですよね。
今のところこんな感じなんですけども、まだまだ考えなくちゃいけないことがあるので、まだメソッド定義とかそういうの全然実現できてないですし、あと多重代入ですね。一応代入とか代入、実際の変数に円の代入だけじゃなくてアクセサーとかも、あの代入好きなアクセサーみたいなものを対応できるようになってるんですけども、多重はできないのでそこはどうしようかなと思ってます。あとはまあこういったものが言うできてないなという感じでいます。まあ自己制御とか、まあ、いろいろできてないのでまだまだちょっと全然できてないで、今後の予定ですけれども、まあ、前回一応実は完成版の紹介を Ruby 会議2015年ってお話したんですが、ちょっといろいろあってですね実現できなかったので今後の予定ということで今回も2016年ということでよろしくお願いします。